もう大丈夫。さあ支度しましょう。星に帰る旅の。気流は掴んでる。もうすぐだ。いよいよだな、団長。改めて実感するな。たどり着いたのね。忘れられた空、ゼーガグランデ空域へ。やったな。これでまた空の果てに一歩近づいたぜ。うん。空の果てが近づくのは嬉しいですけど、お？こうしてずっと旅を続けるのもいいなって思うんです。私、みんなと一緒の空の旅が楽しくて、いつまでもこうして旅を続けられたらって。そうだな。気候も安定してきたみてえだし、みんなの様子を見に行こうぜ。ふう、それにしてもいい風が吹いてやがる。この風、なんだか懐かしい感じがするわ。え、ロゼッタってこの空域に来たことがあるの？あら、さて、どうかしらね。もう、すぐまたそうやってはぐらかすんだから。野暮なこと聞くなってことだよ。お子様には難しかったか？うっさいわね。子供扱いしないでっていつも言ってるでしょ。そうよ、ラカム。イオちゃんはもう一人前の立派なレディなの。ちっ、2対1じゃかなわねえなと。イオちゃん、頼りにしてるから。ふふんだ。魔法使いとしてだって成長してるんだから。子供っぽいのはラカムの方なんだから。まあまあ、イオちゃん、気分を切り替えて新しい空を楽しみましょう。新しい空域ってのはいいもんだ。初心に帰れるっつうか、空の世界がまた好きになれるっつうか。ええ、安心しな。見張りはきっちりやってっからよ。何かあったらすぐ知らせるぜ。
よろしくお願いします、オイゲンさん。おう、任せときな。団長は今のうちにみんなの様子でも見てきたらどうだ。まだ教会を抜け切ったわけじゃねえ、気抜くなよ。ねえカタリナ。なんだルリア。この世界の空の世界の端っこってどうなってるのかな。壁があるのかな。まさか。いや、しかしそういえば考えたこともなかったな。あなたはどう思いますか。言ってみればわかるよ。お前ならそう言うと思ったぜ。なあなあ、オイラたちが目指している星の島イスタルシアだけどよ、そいつも空の果てにあるんだったよな。お前の親父さんが待ってるっていう。空の果てか。どんなところか見当もつかないな。旅の目的地だもん。とにかく行ってみなきゃだね。ルリアもこいつと同じこと言ってら。ルリア、なんだか嬉しそうだな。この空域ではどんな冒険が待ってるのかなって。そうだな、さまざまな出会いもきっと待っているだろう。みんないつもの調子って感じだったな。さて、停留できる島そろそろ見えてこねえかな。ん？みんな構えろ、魔物だ。ルリアが危ねえ、急いであそこに行くぞ。ワイバーンの群れだぞ、雲に。隠れてやがったのか。いいよロゼッタ、左舷側の奴らを迎撃してくれ。いい、分かった。この野郎、邪魔するんじゃねえ。このまま行くよ。で、はっ、こんな感じかな。はっ、やっ、はっ、はっ、やっ、えい、はっ、はっ、いい反応だぜ。はっ、はっ、で、やっ、やっ、やっ、えい、えい、やっ、危ない。よし、今のうちにルリアのところまで走れ。団長、ルリアを。にはちょうどよかったな。ざっとこんなもんだぜ。やりました。あれ、なんだ。
私が止めないと。お願いバハムート元に。おお、このままじゃ船ごと落とされちまうぞ。なんとかならないの？暴走状態といったところかしら。話が通じる雰囲気でないことは確かだわ。くそ、シャレになってねえぞこりゃ。ぶん殴ってでもバハムートを引き離してくれ。このまま攻撃し沈めさせてもらう。食らったら一発で大打物だぞ。なんとか回避できたが、次もうまくいく保証はできねえぜ。あいつ正面に回り込む気よ。この距離じゃどっちみち避けられぬ。みんな衝撃に備えろよ。うわぁ、むちゃくちゃやったな。どうだこっちくしょうが。一応まだ無事みたいね。バハムートが選手に攻撃の好機だ。時はミスト。次の手に出る時間を与えるな。攻撃を続行するんだ。やったか。
丈夫だよ。やれやれ、一時はどうなることかと。ちくしょう、持ち上がんねえ。